皆様からですね、YouTube のネタに使ってくれってことでございまして、いろんな差し入れをもらってますね。今間ができたのはすでに10本ぐらい撮ってるからね、もうお腹いっぱいで気持ち悪くなっております。はい、さあそんなわけでございまして、今回登場するのはこちら、じゃーん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 、ここへ来てまたすぐにお腹いっぱいになりそう。はい、ということでございまして、今回登場するのはこれ、イロハス天然水。ここ見て、北海道限定ハスカップフレーバーでございます。今回こちらにチャレンジしたいと思います。イナリッシュ。いやいや、もう以前にね、イロハスアマオ、九州地区限定のやつをね、ピックアップした後、まあ、全国で発売になったということでございますから、これもうそうなるんじゃないね。はい、ということでございまして、北海道限定のハスカップいきたいと思います。よっ、ああ超ハスカップ、うん、なんて言うんだろう、ブルーベリーのような雰囲気でね、そういう甘酸っぱい香りでございます。ベリー系の香り、いただきます。美味しい。うん、なるほど。あのね、さっきあのブルーベリーみたいって話をしましたね、うん、それよりも結構これはね、薄味、もう少し優しい感じでございます、はい、まあどっちかというとこうラズベリー、ね、ブルーベリーの雰囲気よりもラズベリーにちょっとね、味わいは近いかもしれませんね、ハスカップ。はい、これ1秒で飲むとかやらねえよ、もう。だってこれ跳ね返ったばっかだもん、ね、まあこれハスカップね、うん、100ml あたり 17kcal と書いてありますけど、いやいや言うても水ですから、はい、まあいくら味があろうと水なので 0kcal でございます。というわけでございまして、今回ですね、このイロハス北海道地区限定ハスカップご紹介しました。イナウィーシュ。皆様のチャンネル登録お願いします。シャス。ハスカップね、うん、なんかこうハスカップを PR するような歌とか作ったらあれかな、北海道からなんかオファー来るかね。ね、ハス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 カップ、勝ちたい時にはハスカップ。イナリッシュ。